はい、おはようございます。今日はこちらの α7C にキットレンズ SEL、2860をつけてちょっと散歩、朝の散歩をします。はい、でボヤのマイク久しぶりにつけてみました。これね ZV-E10 がカタリストブラウズで、まあいい感じに手ブレ補正できたので、この α7C でも手ブレ補正効くかどうか確かめようと思って今日は持ってきました。なので手ブレ補正オフで撮っていこうと思います。はい、それでは行ってきます。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日も早朝に先ほども言ったように宿川に来てちょっとね 7C の試し撮りしようかなと思います。まあ、それ以外にもねちょっとフィルターを使ってねまた試したいことがありましたので、まあ、早朝から来ています。で、一つの目的は先ほども言ったようにカタリストブラウズ使って手ブレ補正のテストをしたいと思います。なので今はね手ブレ補正切ってる状態です。で、キットレンズの 28mm で撮っています。で、ホワイトバランスはねオートにしています。なんか結構青みがかかってますね。どうでしょうか、もう少し露出を上げた方がいいんですかね。で、カメラの設定はシャッタースピード優先 でシャッタースピードを250分の1に固定しています。はい、まあ、そんな感じで、ね、撮っていこうかなと思います。早速鳥がいますね。はい、ではね、ちょっとずっと歩いていこうかなと思います。はい、手ブレ補正はオフの状態にしています。で、マイクはボヤのマイクをつけています。やっぱりね、ZV-E10 とかのマイクは ZV-1 もなんですけども、やっぱりねこのマイクをつけるつけないかだけでなんか持ち運びにキーを使わなくてね全然いいので、やっぱり ZV-E10 のようなね大きなマイクというかあった方がいいですね。というかね、防風風切り音だけを僕は対策したいので、まあ風切り音のもうこうなったらモフモフつけてもいいとは思ってるんですけども、まあちょっとね見栄えが悪くなるのがねちょっと気になるところなんですけども、まあそれはさておいて ZV-E10 どうですかね、皆さん使ってますか。やっぱり手ブレ補正単体、本体単体で、まあ、使うにはねやっぱり手ブレ補正弱いですね。最近ねちょっと YouTube ZV-E10 で検索しててやっぱり見てて面白いですね。まあどっちかというと僕はカメラの慣れてる人じゃなくて、まあ、初めて買った人の YouTube 結構見るのが好きで、まあ、そっちの方がねなんか本当のリアルな声が聞けてなんか面白いなと思ってね、まあ、いつもカメラを撮ってる人じゃなく写真とかね動画を撮ってる人じゃなくて、まあ、初めて ZV-E10 でカメラを買ったとかねミラーレス買ったっていう人の方がなんか内容がね面白くてちょっと検索して見てたんですけど、まあ、手ブレ補正皆さんやっぱ弱いって言いますね。まあ、僕もそれは確実に思います。まさかねあそこまで弱いとは思ってなかったです。まあ、ずっとね何回も僕がそのテスト撮影して分かったようにねやっぱりカタリストはまあ使うべきですね。といってもねやっぱり実
間とかね手間がかかっちゃうので、まあ、めんどくさい人も、まあ、大多数がめんどくさいと思ってる人が多いと思うんですけども、まあ、僕も正直めんどくさいです。まあ、けどもうあそこまで補正してくれたらもうするしかないかなと思っています。それとカタリストの補正ってやっぱ機種によって違うんですかね。この間ね、あの RX100M7 でもカタリストで歩いて撮ったね動画あったと思うんですけども、ちょっとね RX100M7 の方がなんかガタついてたような感じがして、あの ZV-E10 の方がねなんか補正がスムーズになってた感じがします。まあでもアクティブ補正使うよりかは全然マシですね。あれは本当に、まあなかなかないよりか全然、まあ、ソフトウェアの方でね保管してくれるっていうのは、まあ、ありかなと思っています。でもやっぱりね歩きながら単体の動画で撮るのは厳しいですね、さすがに。まあ、またあの ZV-E10 のレビューもう1週間近く、それ以上経ちましたかね、10日ぐらい経ったんですかね、またね動画にしようかなと、レビューをしようかなと思います。でも朝の散歩はいいですね、空気がめっちゃいい感じです。すがすがしいというか、あ、それでね夏になってからずっと半ズボン短パンだったんですけど、ショートパンツ、今日初めて長ズボンにしました。結構ね僕暑がりなのでやっぱり今でも暑いですね。あと長ズボンってやっぱり写真とか動画撮ってたらなんかしゃがんだりするとき結構引っかかるんですよね。あの短パンの方が僕は好きなんですけども、でもまた寒くなったらもうショートパンツも履けない時期になってますので、なんか動きやすいまた長いズボンでも探そうかなと思ってます。あとねモザのジンバル買ってね1回だけ試し撮りしたんですけども、まあ、なんかモーターパワーは結構強い感じしますね。安定してた感じがします。けどねジーウンのフレーム2と違ってやっぱりねあれなんですかね、外したら元の位置を記憶できないっていうのがねちょっとデメリットかなと思っています。また位置からね撮影現場着いたらバランス取り直さないとダメなので、さっきはねシャッタースピード 250m、 ちょっと ISO は上がってますね。今250分の1です。ちょっとね、シャッタースピードをまた落としてみます。これが125分の1。で、60分の1にするとこんな感じですね。30分の1までいくと結構滑らかになりますね。これが60分の1。で、250分の1にすると、こういった感じでね水の流れがパラパラ、この辺ですね、見てもらったら分かりますけどもなります。
でさらに500分の1にするともう本当にね不自然なパラパラした感じに水の流れがこの辺なってると思います。まあ、なので本当は適正のシャッタースピードですね、フレームレートの2倍ですね、分母シャッタースピードの。なので僕は 24fps で撮っているので本当はね50分の1が理想なんですけども、まあ、フリッカーとか出るので僕はもうずっと60分の1で撮っています。今は60分の1なのでこの辺がねまた変わったと思います。目で見る動きと近い動きになっていると思います。で250分の1にするとこんな感じでもうパラパラしてますね。ここということでね、本当にね動画を綺麗に撮るんだったらこういった感じでシャッタースピード、まあ、決めてあげる必要があります。で60分の1っていうのはね昼間だったら非常に明るいのでそのためにね、まあ、ND フィルターを使って明るさを調整してあとは絞りとかもね調整できるようにします。ではちょっとまた元のね ISO に250分の1に戻していきます。何の話してましたっけね。そうです、モザジンバルですね。ジンバル外した時にクレーム2とかは、まあ、ある程度ね位置の記憶ができるんですね。次使う時にすぐ使えるように。でもあのモザはもう一回外してしまったらまた位置からねバランスを取らないといけないので、まあ、それが結構手間かかりますね。うん、あれはちょっとやっぱりコンパクトに折りたたみできるのっていうのはいいんですけども、なんかねメモリーの位置決めみたいなのができたらね使いやすかったかなと思います。あのモザのミニ P っていうのは結構発売しか経ってるんですかね。なんかもしかしたらもう新しいのとか出たりしますかね。マジで気になりますね。まあ、でも900まで持つのでね、まあ、結構 ZV-E10 にとったら、まあ、中型クラスのレンズ使いやすいかなと思います。はい、ということでちょっとまた引き続き撮っていこうと思いますけども、まあ、あれにね記憶がつける機能が本当にね次期のモデルだったらねいいんですけどね。折りたたみもできて、まあ、あのクラスとしては、まあ、運びやすくて、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。手ブレ補正をちょっとねテスト撮影のためにオンにしてましたけど今また切りました。今階段を降りてるところです。まあ、ジンバル自体はね操作自体とかもシンプルで、まあ、使いやすかったですね。まあ、欠点はそのくらいですかね。このバランスを取るときに、まあ、記憶がないというところぐらいですかね。 あとはねちょっとジンバルとジンバルのそのなんていうんですかね軸とかそういったところカツ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 当たってかなり傷つきますから、またねこれもレビューしたいなと思ってるんですけども、ちょっと100均で買ったスポンジで工夫しました。ちょっと言ってることが多分わからないと思うんですけども、ちょっと使って気になってたところがあったのでちょっと工夫しました。体操しているおばあちゃんがいますね。太極拳みたいになってますね。
草とかいいですね。最近なんか太陽に当たった草とか、まあ他の人が見たら何を撮ってるんでしょうかみたいな感じだと思うんですけども、朝日に当たる草とか綺麗ですね。はい、ということでまだちょっと奥まで行こうかなと思います。これはアジサイですかね。確かアジサイがここいっぱい咲いてましたから。はい、ということで、まあね、ZV-E 点関連の動画もね、まだまだ出したいことはいっぱいあるんですけども、まあ、やっぱりね、さすがに YouTube の撮影を撮って、まあ、編集してまた外に行って撮影して、その撮影したね、動画とかも写真とかもね、編集したりしてるとね、結構やっぱり時間かかりますね。本当はね、気分的には毎日更新もうできたらね、2日じゃないです、1日2個ぐらい出したい気分なんですけどね、まあ、時間と体力的にもかなりきついですね。特にね、結構やっぱ体力使いますね、編集とかにも。やっぱり YouTube やるのも結構力がありますね、根気というか。なかなか、もう結構この桜の木もなんか落ちてきてますね、色が赤いのとかもありますし。あ、今なんか40ミリで撮ってますね。とりあえず28に戻しました。まあ ZV-E10 はもう本当に価格が安く買えるミラーレス一眼で、まあちょっとね、動画を撮りやすくした感じですかね、ボディ形状をというようなイメージですね。まあ歩きながらの Vlog はもうちょっときついので、まあ、手ぶれ補正なしで、カタリストの補正かけるか、もうジンバル使うっていうところですかね。あとね、やっぱりそのモザミニとモナミニ P とクレーム2っていうのはやっぱりね、キットレンズとかはもう本当に軽い 200g 台のレンズですね、とか 100g 台のレンズを使うんだったらね、本当にクレーム2でいいと思います。クレーム2はね、めちゃくちゃ軽いです。でバランスも外した時に記憶できますので、まあ、ミニ P と比べると扱いやすいです、まあ、なので小型の、ね、レンズでずっと行くっていう感じの人はもう本当にクレーン M2 が僕はおすすめです。マジでちょっと足にさっき座って撮ってたらなんか草がいっぱいついてますね。これなんでしょう、取れないやつですね、なかなか。うわすごい、ちょっと虫がついてるんかと思ってました。めっちゃついてますね、これやば。ちょっと撮ります。いやちょっとね、さっきのあのくっつき虫みたいな葉っぱのやつびっくりしました。とりあえず全部撮りました。じゃあちょっとね、いつもあの阪急電車が見えるあたりまで行って、まあ、折り返してまたコンビニでコーヒーでも買って、まあ、ちょっと
だけ休憩してから帰ろうかなと思います。とりあえずね、何の話してたかちょっと忘れてしまいましたけども、まあ、手ブレ補正の件に関してはね、やっぱり ZV-10 ちょっと話が何を話したか忘れてしまったので、飛んでしまってたらあれなんですけども、まあ手ブレ補正ね、外で撮る、こういった歩きながら撮る人にとってはね、やっぱり GoPro とかね、普通のスマートフォンとか DJI ポケットとかねのような感じで、まあ、考えて購入した人にとってはね、結構ね、まあちょっとかなりこの手ブレ補正はね、デメリットかなと僕は思います。まあ、僕みたいにその結構ね、時間かけて編集するとかね、いつもね PC とかで編集してる人にとったらね、まあ良いかもしれないんですけどもね、まあスマホユーザーですねにとったら結構ねきついかなと思います。まあ安いミラーレス一眼というふうに捉えた方がいいかもしれないですね。また前回と同じようにローソンでコーヒー買ってきましたので、ちょっとね休憩しようかなと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとただ単なる雑談の動画になってしまいましたけども、まあ、こちらの買ってきたコーヒーでもね、またここのベンチに座って飲んでからね、ゆっくり帰ろうかなと思います。はい、今日はねこんな軽い雑談動画で、まあ、あとはね帰ってこの 7C テーブル補正の効果を、まあ、確かめてみたいなと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。またね ZV-10 関連ですねを出していこうと思いますので、まあ、よかったらねまた見てください。それでは本日の動画は以上になります。それでは。はい、ではね結構休憩したので帰っていきます。で、来るときはシャッタースピードを250分の1にしてたんですけども、125分の1までちょっとね落としてみました。まあ、どんな感じなのかテスト撮影します。で、広角側の 28mm で手ブレ補正オフにしています。まあ、これでねちょっとうまく使えれば α7C も、まあ、カタリストかけて、まあ、手ブレ補正で、ね、使えるんじゃないかなと思いますので、もうここは帰って、まあ、カタリストで編集して確認してみます。またねこういったね地面が石なので結構デコボコしてる感じで振動かなり拾ってますね。この端っこの方だったらねデコボコしてないので、この石のデコボコ感よりかは振動少ないと思うんですけども、まあ今ねどっちにしろ片手でもう適当に持って歩いています。あとマイクの感じもね、このボヤのマイクもうちょっとまた
どんな音声だったか忘れてしまったので、まあ、それも試し撮りっていう意味もありますね。ちょっと水の流れとかも撮ってみましょうか。この音声で今ね、ボヤのマイクで撮っています。次ね、ちょっと外してみます。内蔵マイクに変えます。はい、内蔵マイクに変えました。どうでしょうか。ここからはね、ちょっと内蔵マイクだけで、まあ、歩いてみようかなと思います。どうしても、はい、ボヤのマイクを外して今アルファ 7C の内蔵マイクだけで話しています。先ほどとね、音声どうでしょうかね。違いはありますでしょうか。どんな感じでしょうかね、内蔵マイク。なんかね、アルファ 7S3 の内蔵マイクはね、結構僕音が良くて好きなんですけど、でこっちのね、アルファ7、C とかね、6000系とかはね、あんまり音がいいイメージがないんですけどね。まあ、どっちにしろね、風切り音対策してないので、風が吹いているところでは僕のこの状態では使えないので、まあ、ボヤのマイクを、まあ、いつも持って行ってはいますね。今結構水の音入ってますね。どうでしょうかね。またこれちょっとデコボコしたところを歩いています。あれは何でしょうか。あれは何でしょうかね。イノシシでしょうか。